手間をかけた。お前に助けられるとはな。
援護するぞ。助かったぞ。華麗な戦いだったな。お怪我はありませんか、エナ様。ええ、平気。卵も。あのリオレイヤも暴走していた。どうして？光が。村へ戻りましょう。さあ、絆石を。
翼が小さい。本当だ、小さくて可愛いな。お前のチャームポイントだな、デュース。ジョロ、やはり翼が。あれが。お、どういうことだ。それが伝説のモンスターである証なのだ。え？ですが、もっとまがまがしい姿を想像していました。なんとか弱いレウスであることか。なんでそんなことばっかり言うんだよ。生まれたばっかりなんだぞ。この子らに見せてやらねばな。はい、長老、君たちに証を見せよう。竜の祠へ来なさい。早く帰ると合流しないと。あのレースはおかしい。これが伝説のモンスター、破滅の翼を持つレウスの姿だ。かつてこの地に生まれたレウスは、翼を持たず空を飛ぶことができなかったという。レウスの誕生と時を同じくして、各地で災いが起きた。レウスが引き寄せた災厄と人々は噂し、レウスを迫害した。逃れようとしたレウスの背に翼が生え、レウスは大空を舞った。そして破滅は訪れた。膨大な光とともに世界が消滅したという。世界が消滅した？破滅の翼を持つレウスのせいでか。そう伝説にある。君たちの島でレウスが祀られているのはこの伝説の影響と思われる。先人が残した言い伝えには必ず意味があるものだ。この伝説を無視することはできぬ。じゃあどうしろって言うんだ。今度はこのレースを迫害するのか。力を目覚めさせては。どういうことですか、ゼラード様。伝説の通りであれば、そのレウスは力が眠っている状態だ。このままでは伝承の儀も成功することはないだろう。ならば力を目覚めさせ、破滅の力を持つかどうか見極めればよい。ですが、もし本当に破滅の力を持っていたとしたら、その時はどう対処すれば。モンスターの力を目覚めさせ、制御する技を持つ竜人がいる。彼ならば力を封じる方法にも知見はあるはずだ。おお、いいこと思いついたな、ゼラード。あ、その竜人ってもしかして。確かクワン村にいると聞いたことがある。クワン村？やっぱりデデジーのことだ。知っている
ナビル。ああ、知り合いのじいちゃんだ。俺がクアン村まで連れて行ってやるよ、ライダーさん。私も行く。いいの？私には責任がある。レウスの力を見極めるまでそばを離れるわけにはいかない。お前たちが進もうとしている道は安全でもなければ希望の光に満ちているわけでもない。それでも行く覚悟があるのか？はい。どう思う、ゼラード？伝説には様々な捉え方があり、その真相は誰にも分からぬもの。彼らの未来にかけてみる価値はあると思われますが。アルマ、出立の準備を手伝ってやれ。はい。よかったな、ライダーさん。行くがいい。無事を祈るぞ。はい。
たには世話になったな、アルマ。別に大したことはしていない。これを持っていけ。ホットミストだ。クアン村は極寒の地だが、これをかければ寒さをしのげる。俺も同行したいところですが、この状況で村を離れるわけには。ええ、わかってる、アルマ。みんなのことをお願い。はい、エナ様。これを。これは長老がエナ様に渡してほしいと、一族が代々受け継いできたご布とおっしゃっていました。どうぞ、ご無事で。私なら大丈夫。この子たちがいてくれるから。この子たち？あ、俺のことも頼りにしてくれるのか？ええ、クアン村のことも知っているようだし。あ、ナビはバッチリ、俺に任せろ。調子に乗るな。お、なんだこれ。土産だ、持っていけ。うわー、これはドーナツじゃないか。お前から聞いた話をもとに村の料理人が作ったんだ。ドーナツというものになっているかどうかはわからないが。うまい、これは正真正銘のドーナツだ。ほっぺが落ちそうだぜ。ありがとな、アルマ。よし。くしゃみがアイルーに触れたのにどうして。だから言ってろ、俺はそんじょそこらのアイルーじゃないって。俺は伝説のアイルー、ナビルー。柔らかくて温かい。アイルーに触れる日が来ようとは。それはよかったな。さ、そろそろ行かないと。おう、またな、アルマ。ああ、エナ様のことを頼んだぞ。さあ行こうぜ、クアン村に出発だ。あれが破滅の力を持つレウスか。早かったですね。一刻を争うからな。予感通り、あのレウスです。クアン村に向かう途中を狙う。ダメだ。ダメですか。レウスの力を見ていない。破滅の力を見極めるのが俺たちの任務だ。ことが起きてからでは手遅れに。任務は絶対だ、父さんなら。父さんならそうするですね。行くぞ。
Thank you.
ライダーさん、急ごうぜ。クワムラはもうすぐだぞ。ん？何を遊んでいるの？そっか、ライダーさんは雪が初めてなのか。ひぃ、もう雪道ってのはありえない。雪道はこういう危険もあるから、気をつけろ。二人とも何を遊んでいるの？さあ、行こうぜ。どうかしたの？クワムラはこの先だ。
ここにも大穴が。ああ、危ないところだったぜ。アユリアのおかげだな、ライダーさん。マハナ村の挨拶だ。久しぶりだな、アユリア。そう、挨拶。久しぶりね。お前も元気だったか、ヒョウガ。まさかここでナビルーに会えるなんて驚いたわ。私はアユリア、クア村のライダーよ。こっちはライダーさんとエノだ。二人とは旅の途中で知り合って、いろいろあってここに来たんだ。モンスターの力を制御する技を持つ竜人がいると聞いてきたの。どこにいるか知っていたら教えてほしい。力を制御する、その竜人ってもしかして。ああ、デデジーのことだ。じいちゃんは今どこにいるんだ。さあ、最近はこの辺りで見かけていないわ。そんな、せっかくここまで来たってのに。そのレウスの力を制御するの？ああ、うん、そうなんだ。そう、この子。うん、お腹が空いているの、ナビル。違う。いくら俺でもいつも腹を空かせてるわけじゃないぞ。ライダーさんか。話もしたいから私の家で休んでいったらどう。食事も用意するわ。助かる。なあ、アユリアの家ってクアン村は元通りになったのか。元通りというわけではないけれど、村の建て直しが進んで村人たちが戻ってきたの。そうなのか。よかったな、アユリア。ええ、ついてきて。クア村はこの先よ。
滅の翼？それじゃあこのレウスが今起きている最悪を呼び寄せて。そんなわけない！俺は信じないぞ！確かに伝説の破滅の翼を持つレウスと似てるけど。だったらこの子の力を制御したいのはどうして？それは私があなたたちのところへ駆けつけたのは偶然ではないの。え？氷河が何かを感じ取った。氷河の進む先にあなたたちがいたの。この子にどんな力が宿っているのか今はまだわからない。守りレウスが私たちに託そうとしたものが何かを知ってそれを受け入れる必要がある。とにかく会って確かめるのが大事ということ。そうだアユリア、少しの間ここにいさせてくれないか？え？デデジーを探し出す間だけでいいんだ。クアン村にいさせてくれよ。お願い、どうしてもその竜人に会わなければならないの。いいわ。だけど村のみんなを不安にさせるようなことだけはしたくないの。ラビナ雪山の奥にもさっきみたいな大穴が開いてあの奇妙な光が目撃されたの。また村がなくなってしまうんじゃないかとみんな不安を感じているわ。またこの村で過去に何があったの？黒の狂気って知ってる？ええ、生態系に歪みができたせいで黒の狂気が発生して、それに侵されたモンスターが災いをもたらしたって聞いてる。この村は黒の狂気で一度壊滅してしまったのよ。そうだったの。分かったよアユリア、何があっても村の人たちに迷惑はかけないようにする。それに何かあったら俺たちがみんなを守ってやるぞ。な、ライダーさん。ありがとう。ライダーにしか相談できないことがあって困っていたところだったの。できたらあなたたちの力を貸してほしい。ああ、任せろ。先に村長に挨拶をしてきてくれる？おう！良い風が吹いている。貴重だな。ここが村長さんの家って聞いてきたんだけど。村長？ああ、村長だったら知ってる？私だ。え、そうだったの？ああ、その通り。ん？ひょっとして君たちかアユリアの友人というのは。村長さん、少しの間だけ俺たちをこの村にいさせてくれないか？もちろん大歓迎だ。そうか、吉兆はこのことだったか。少しの間とは言わず好きなだけとどまってくれていい。君たちにはどれだけ礼をしてもし尽くせないほど感謝しているんだ。え？どういうこと？そう、感謝される覚えはないけどな。隠さなくてもいい。レウスをオトモンにしたライダーとそのお供はいる。君たちが黒の狂気から世界を救ってくれたんだろう。おお、俺のことを知ってるのか？ああ、もちろんだ。この村で知らない者はいないよ。そうかそうか。何を隠そう、この俺が伝説のアイルー、ナビルー様だ。伝説のアイルーって本当だったの？本当に決まってるだろ。嘘をついてると思ってたのか？ええ、
でもこの子は伝説のライダーじゃ。遠慮はなしだからな。モンスターの調査でも村の立て直しでもいくらでも手伝うからさ、村長さん。それは頼もしい。大穴ができて滞ってしまった作業があってな。俺たちに任せてくれよな、ライダーさん。君たちがいれば安心だな。支度が整ったら風車のところに来てくれないか。いらっしゃい。ありがとう。あら、こんにちは。こんにちは。
んにちは。
Thank you.
合わせて。次に備えて。できるわ。自信を持って。
Thank you.